ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー3ファイナルファンタジー3は1990年4月27日に日本のスクウェアから発売されたファミリーコンピュータ用ロールプレイングゲーム同社のファイナルファンタジーシリーズ第3作目主人公であるみなしごの4人の少年が風のクリスタルの啓示によって闇の魔物を討伐する旅へと出るという内容戦闘システムが 前作、ファイナルファンタジー2から変更され、第1作、ファイナルファンタジーと同様のシステムとなったほか、新たに、ジョブチェンジシステムが導入されたことなどを、特徴としている。開発は、スクウェア開発部が行い、開発スタッフは、前作から引き続きプロデューサーは、宮本正史、ディレクターは、坂口博信、ゲームデザインは、田中幸道、シナリオは、寺田健二、 音楽は、植松信夫、キャラクターデザインは、天野義孝が担当。またゲームデザインとして、半熟英雄を手掛けた、青木和彦が、新たに参加している。ファミリーコンピュータ版の販売本数は、日本国内で、約140万本となった。また、ゲーム誌、ファミコン通信の、クロスレビューにてプラチナ殿堂入りを獲得したほか、ゲーム誌、ファミリーコンピュータマガジンの、 ゲーム通信簿のロムカセット部門別ベスト5にて音楽4位、熱中度3位、オリジナリティ4位、総合評価4位を獲得するなど非常に高い評価を得た。後に続編となるスーパーファミコン用ソフトファイナルファンタジー4が発売された。北米では1994年にエセニス用ソフトとしてファイナルファンタジー3が発売されているが、これは日本の ファイナルファンタジー3ではなく、ファイナルファンタジー6の翻訳版にあたる。北米プレイステーション版以降は、番号が日本と同じ、不備に統一されている。1990年4月27日、ファミリーコンピュータ用、ロムカセットとして発売され、約140万本を販売。スクウェア作品としては、ゲームボーイ版、魔界投資サガに続く、ミリオンヒットとなった。 本作はシリーズ作品ではあるが、ストーリーは全2作とは全く関連性はない。ただし、世界観はファイナルファンタジーに通定しており、クリスタルと世界が密接した関係を作っている。システムをオーソドックスに、かつ遊びやすく改変した本作は、FF シリーズ初のミリオンセラーを達成した。キャラの成長がレベル性に戻った点や、 ジョブチェンジシステムによるキャラカスタマイズの楽しさといったシステム面とともに、プレイヤーを引っ張るストーリー性も兼ね備えていた。本作はシリーズ最後の FC 版であると同時に、フェ・ファイトシナリオを手掛けていた寺田賢治が FF シリーズに関わった最後の作品である。寺田は本作を題材にした漫画の原作も務めている。別冊宝島704僕たちの好きな ファイナルファンタジーによると前作までと比べてテンポよくサクサク進む FF シリーズ中最高に遊び込める作品だったとの評価も多いとされている。タイトルロゴのデザインは前作、ファイとほぼ同様のもの。デザイン化されたアルファベットでファイナルファンタジーと書かれた背後にクリスタルのように輝く文字でスリーと入っている。またパッケージに描かれているのは両手に剣を携えた。 光の戦士。この二刀流は本作のシステムの特徴の一つでもある。当時の CM では最後の壮大なドラマとナレーションされていた。2006年8月24日には任天堂 d DS でリメイクされた。リメイク版の詳細及びその経緯については当該記事を参照。2009年7月21日から オリジナル版が Wii のバーチャルコンソールで配信された。2011年3月24日にリメイク版が iPhone、iPod Touch 向けに配信開始。同年4月21日に iPad 版が2012年3月1日に Android 版が配信開始。Nintendo DS 版をベースに背景グラフィックなどを高解像度対応している。 2012年9月20日には追加要素を加えたプレイステーションポータブル版が発売された。2014年1月8日からオリジナル版が Wii U のバーチャルコンソールで、また同年4月23日から任天堂 d 3DS のバーチャルコンソールでも配信された。2016年11月10日発売の任天堂クラシックミニファミリーコンピュータに、 オリジナル版が収録されている。本作の取扱説明書は現在、任天堂クラシックミニのホームページから、取扱説明書の閲覧、保存、プリントが可能となっている。第一作と同様に、最初のボスを倒した後に、オープニングが始まるアバンタイトルの手法が用いられている。フェのジョブシステムを進化させ、移動中、いつでもジョブを変更することができる。 ジョブチェンジシステムが導入された。作中には特定のジョブでなければ攻略が極めて困難な場面も存在し状況に合わせて臨機応変にジョブチェンジを行うことによってゲームを有利に進められるようになっている。また後にシリーズの定番となる召喚魔法が初めて登場した。詳しくは魔法の項目を参照。戦闘において攻撃回数に比例して キャラクターが武器を振るう回数が増加する。ただし、攻撃回数とキャラクターが武器を振るう回数が厳密に一致するわけではない。このことは他のファイナルファンタジーシリーズには見られない特徴である。主人公たちが冒険する世界は、フェ・ファイと比べ格段に広く、ストーリー中盤からは、二つのワールドマップを行き来することができるようになる。本作以降は、 ワールドマップが複数あるシリーズが、ファイナルファンタジー6まで続く。前作、ファイではごく限定的な場面でのみ使用されていた、キャラクターの演技に、飛び跳ねる、その場で左右を向くなどのバリエーションが追加され、前編にわたって、より豊富に取り入れられている。なお、こうした演技について、坂口博信は、ファイブから、うなずく、手を上げる、くるっと回るというような動きを入れた、 と述べているが、ゲーム上では、うなずく、手を挙げるというキャラクターの動きは確認できない。また、前述のように、くるっと回る表現については、ファイにも存在するものである。今作の BGM、プレリュードではハープではなく、管楽器がイメージされて、ディレイが使われず、代わりに、エコーが使われている。他にも、曲頭には、アッチェレランド、曲オニワリタルランドがかけられている。 非常に難易度の高いラストダンジョンでも知られる。この理由として、ダンジョン内ではデータをセーブできないこと、HPMP を回復させる設備がないこと、ラストボスにたどり着くまでに2つのダンジョンを突破しなければならず、その過程で複数の強力なボスモンスターが登場することなどが挙げられる。前作、ファイではレベルの概念がない成長システムが採用されていたが、 本作では再び経験値とレベルの概念を用いた成長システムが採用された。ファイで導入されたワードメモリーシステムは本作では廃止された。しかし主人公たちの目の前の人や物に対してアイテムを使うという機能はファイから少し形を変えて引き継がれている。ファイのそれはワードメモリーシステムの一環として特定の人物に対して A ボタンを使用した際に、アイテムコマンドが表示されるというものであったが、本作では対象に向かって B ボタンを使用することで、ほぼすべてのキャラクターおよびオブジェクトへ任意にアイテムを使うことが可能になった。また、サブキャラクター同行中は B ボタンでサブキャラクターと話をすることができる。基本的に、マップ上では一人のキャラクターしか表示されないが、 セレクトボタンを押すことでマップ上に表示されるキャラクターを変えることができる。ただし、メニュー画面や戦闘でのキャラクターの並び順が変わるわけではない。アイテム欄には後のシリーズで採用される整頓項目がなく、戦闘終了後に自動でアイテムの整頓が行われる。手動でアイテムを任意の位置に移動しても、戦闘終了後には自動で整頓される。なお、 デブチョコボは預けたアイテムを自動で整頓してくれる。店でアイテムを購入する際には、単品で購入する以外に4個10個とまとめ買いができる。まとめ買いをすると割引が受けられ、購入数の多さに比例して割引率も高くなる。街の中にアイテムが落ちていることがあり、A ボタンによって調べることで入手可能である。アイテムが落ちている場所は移動可能なマップパーツであっても、 移動不可となっているため、発見は容易である。主人公たちの初期のジョブは全員、玉ねぎ剣士であるが、物語を進めると、主人公たちは、クリスタルの力により、チェンジ可能なジョブが増えていく。ジョブは強さの序列がはっきりしており、基本的に、物語の前半よりも後半で手に入るジョブの方が、汎用性、利便性が高い。また、一部ジョブの間には、上級、 下級の概念が存在する。個々のジョブについては、ジョブの節を参照。移動中にメニュー画面を開き、ジョブのコマンドを選択すれば、いつでもジョブチェンジを行うことができる。ジョブチェンジを行うには戦闘終了後に、モンスターから得られるキャパシティを消費する。各ジョブには、主な攻撃手段の傾向とジョブの全額のイメージ値を元にしたチャートが作られており、元のジョブと、 変更先のジョブとの X 軸および Y 軸の差と変更先のジョブの熟練度によってジョブチェンジに必要なキャパシティの計算が行われる。キャパシティの最大値は255である。ジョブチェンジを行うことによって HP 以外の能力はチェンジしたジョブに設定されたものに変化する。そのためチェンジ前のジョブのステータスや特性がチェンジ後のジョブに影響することは一切ない。 また、装備可能な武器、防具はジョブによって異なるので、ジョブチェンジの際には、装備をすべて外さなければならない。キャラクターごとにそのジョブにおける戦闘経験による、熟練度があり、熟練度によってもキャラクターの能力が変化する。また、口述するように、熟練度は、ジョブチェンジに必要なキャパシティにも影響する。坂口博信によれば、本作のジョブチェンジシステムは、 サンダーバードのように状況で対応する楽しさを追求したシステムであるとのことである。全2作と同様ターン性が取り入れられている。リメイク作品を除いた正式なナンバリングタイトルとして純粋なターン性が採用された最後の作品である。戦闘シーンにおいて前作までと比べ特に大きく変わった点はダメージや回復の数値の表現である。前作までは 対象が複数の場合も一人一匹ずつ、ウィンドウ内に数値が順次表示されていったが、本作では対象キャラクターからダメージや回復の数値がポップアップする形式に変更。対象が複数であった場合はまとめて一度に表示されるようになった。この数字をポップアップする形式はグラフィカルかつスピーディーに該当の数値を把握できるため、 本作以降の FF シリーズをはじめ、他の様々な作品でも広く用いられている。本作では、パーティーの誰か一人でも逃げるを実行すると、パーティーが全員が逃げ越し状態となり、そのターンで受けるダメージが通常よりも大きくなる。しかも、通常の逃げるは成功する確率が低いので、安易に逃げながら先を急ごうとすると全滅しやすくなる。 主人公たちの戦闘でのフォーメーションはキャラクターごとに前列か後列かを選択できるシステムである。前作では弓など飛び道具を使わなければ後列からの物理攻撃はできず、逆に後列のキャラクターは敵からの物理攻撃を受けることはなかった。これに対して本作では後列からでも物理攻撃ができるようになったが、その場合は命中率が半減し、 結果的に攻撃ヒット回数が減少するため敵へのダメージは低下する。また、後列にいても敵からの物理攻撃を受けるようにもなった。前列のキャラクターは与える物理攻撃のダメージも大きいが敵から受けるダメージも大きい。後列のキャラクターは受ける物理攻撃のダメージは少ないが与えるダメージも少ない。前列、後列の移動はメニュー画面の 並び替えで行える。戦闘中でも、コマンド選択の際に、十字キーの左を2回押すと、前列へ、右を2回押すと、後列へ移動することができる。ただしバックアタックの場合は、操作が左右逆となる。本作からは、敵の先制攻撃の位置パターンとして、パーティーの背後から先制攻撃を仕掛けてくる、バックアタックが新登場した。このバックアタックを受けた場合に、 対列を前列、後列に分けているならば、前列と後列のキャラクターが通常時とは逆に配置される。また、主人公サイドと敵サイドが反対になり、それぞれ見た目も左右反転する。ターゲットした敵を攻撃する前に、別のキャラクターがその敵を倒してしまった場合、自動的に残存モンスターに攻撃ターゲットが切り替わる、いわゆるオートターゲット機能が実装された。 ただし、本作でこのオートターゲットが機能するのは、物理攻撃のみ。敵単体への魔法攻撃において選択した、モンスターがすでに倒されてしまっている場合には、効果がなかったと表示されて残存モンスターへの行動は行われない。味方へ、回復魔法、補助魔法をかける場合にも、同じことが当てはまる。戦闘でのコマンドは、基本的に、戦う、防御よ、逃げる。 アイテムの4つである。特殊コマンドが使えるジョブは、そのコマンドが、防御よもしくは、逃げるにとって変わる。極端な例として、銀融詩人は、3つの特殊コマンドを持つために、戦う、防御よ、逃げるがない。コマンド入力時、最大 HP 表示欄には選択したコマンドが、表示されるようになっている。また、敵をターゲットとして、コマンド入力した場合には、 ターゲットとなる敵のグラフィックの上に行動予定のキャラクターを表す数字が表示される。これらの仕様は後の FF シリーズ及びリメイク作品にもほぼ実装されておらず、シリーズ中においては非常に珍しいものである。攻撃、防具武器には空、石化、火炎、電撃、霊気、HP 吸収、回復、暗黒の計8種類の 攻撃有効属性が存在する。これらの属性が付加されている武器は以下のような効果を有する。空、石化、火炎、電撃、霊気、回復、暗黒の属性は、これらの属性を弱点にしている敵に対して効力を発揮するが、耐性を持っている敵に対しては、武器本来の力を発揮できず、場合によっては敵を回復させてしまうこともある。また、暗黒の属性は、 分裂系モンスターの分裂を防ぐ効果もある。特徴的なものとして HP 吸収の属性は、その名の通り敵の HP を吸収する。どのジョブでも無条件で武器を左右の手にそれぞれ装備することができる。同様に盾を装備できるジョブにおいては両手に盾を装備することも可能である。前作では防具に重量が設定されていたが、本作では それがなくなっている。魔法は、白魔法、黒魔法、召喚魔法の3種類がある。本作における魔法は、前作と同様に主として、店で買うことによって入手するシステムになっている。使用する際は装備品のような扱いであり、身につけたものしか魔法を使用できるようにならない。身につけるだけなら、どのジョブでも可能であるが、 その魔法を使用できるジョブについていなければ、それらの魔法は使えない。外してアイテムに戻したり、直接他キャラクターと交換したりすることもできる。また、第一作同様、魔法がクラス別に1から8まで分かれており、使用回数が各クラスごとに設定されている。総じてクラスの高い魔法ほど強力で便利なものになっており、クラスの低い魔法よりも、 使用回数が少ない。各クラスには最大3つまで魔法オーブを装備することができる。1つのクラスに3種類の魔法オーブを装備する場合には、左から黒魔法、白魔法、召喚魔法の順番になる。本作における MP は各クラスごとの魔法の使用回数を意味している。また、あるクラスで MP を使い切っても、別のクラスでの MP に影響することはない。 このような魔法仕様の精度は一般に回数制と呼ばれる。従来の単体全体だけでなく新たにモンスターの種類ごとに魔法の対象を絞れるようにもなった。ただしこれは対象範囲可変型の魔法にのみ当てはまる。後のシリーズではこれは採用されていない召喚魔法本作で初登場となった魔法系列。使うとその場に召喚銃が現れ、 特殊な行動を行う。その効果は攻撃、回復、補助など様々である。本作の召喚魔法は同じ名前であっても、白、黒、合体という効果の異なる3種類が存在する。幻術師は白と黒のいずれかをランダムで呼び出し、魔界原子及び賢者は白、黒よりも強力な合体の召喚銃を呼び出す。すべての召喚魔法は、 店で買うことができる。ただし、クラス6以降の召喚魔法は、事前に、それら3体の召喚獣と戦って勝っていないと、購入することができない。本作における、召喚魔法は、召喚魔法それ自体の名前と呼び出される、召喚獣の名前が異なる。以下を参照。ないは、召喚魔法のエフェクト後に表示されるコメントである。召喚魔法についてより詳しくは、 ファイナルファンタジーシリーズの魔法形態を召喚獣の詳しい説明はファイナルファンタジーシリーズの召喚獣を参照。本作における独特な魔法本作では多種多様な乗り物が登場する。セレクトボタンを押すことによって移動中に表示されるプレイヤーキャラクターを任意のものに切り替えることができる。ただし死亡もしくは赤化状態になっているキャラクターは表示されない。 死亡したキャラクターはメニュー画面のアイコンが十字架とデッドの文字になる。特定の状況によって引き起こされる想定外の挙動として代表的なものを以下に挙げる。モンスターからのドロップによってアイテム所持数がオーバーフローした際にアイテムやジョブのアドレスが書き換えられてしまうなどの様々なバグが発生する。故意にこのバグを誘発させることによって通常では 非常に入手困難なアイテムの入手やキャラクターを通常より早くレベルアップさせることなども可能。これの応用で戦闘中にアイテム欄を埋め尽くしオーバーフローを引き起こすことも可能である。なお、このバグが発生するプログラムは樋口勝久が担当していた。フィールドからサス運上に入り正面すぐにある扉に出入りを繰り返すと 45回画面を切り替えたところでそれ以上画面切り替えが行われなくなる。クリスタルタワー内の特定の位置でデジョンを使用することによって特殊な場所に行くことができる。そこには宿屋のようなものが存在し HP、MP を回復することができた。この技は当時のファミコン通信で発表された。戦闘中アイテムウィンドウを開くことによって一部補助魔法の 効果がリセットされる。覚えている魔法をアイテム欄に戻した後、そのまま画面を切り替えずに、サイトロの魔法を使うと、アイテム欄に戻したはずの魔法がそのキャラクターの魔法欄に残ったままとなっている。アイテム欄に戻した魔法もしっかりと残っているので、魔法が増殖したことになる。ジョブの外国語表記に関する情報は、以下の客中を参照。本節に出てくるアビリティについて、 詳しくは、アビリティシステムの記事を参照。突如として、大地震が世界を襲った。世界の光の源であるクリスタルは地中に引きずり込まれ、闇の魔物が解き放たれていく。辺境の村ウルの近くに住む4人の孤児の少年は、大地震によってできた洞窟まで探検に行く。4人はその洞窟の奥で、風のクリスタルに遭遇し、クリスタルから世界を覆う闇を振り払う。 光の戦士に選ばれる。クリスタルの啓示を受け、少年たちは、まだ見ぬ世界へと冒険の旅に出た。新しい仲間との出会いと別れ、そして、大地身が生んだ魔物どもとの戦い。四人は、旅の中で、大魔道士ノアに、三人の弟子たちがいたことを知る。死の直前、ノアは弟子たちに、それぞれ魔法の力、夢の世界、そして人間としての命を遺産として託す。だが、 それに納得できないで死ぬ一人残デはかの地を去り、古代の民が作り出した装置と土のクリスタルを利用して、この世界に大地震を引き起こす。四人の戦士たちは、禁断の地へウレカの封印を解く鍵を作り出す。エネルギーを得ようとしていた、大魔道士ノアの残りので指導がとうねに出会い、戦いの末に二人に勝利し、残デを止めるよう頼まれる。旅の果てに、戦士たちは、 ザンデの巨城シルクスの塔にたどり着き、苦闘の末にザンデを倒す。だが、ザンデが増大させた闇の力はこの世界のバランスを狂わせ、世界のすべてを無に返す存在である暗闇の雲を生み出す。闇の力に守られた暗闇の雲の前に、戦士たちは破れ去るが、かつて旅の中で知り合った、たくさんの仲間たちが駆けつける。仲間たちの声、 そして動画と畝によって魂を分け与えられた。戦士たちは蘇り、最後の戦いへと赴く。たどり着いた闇の世界で、戦士たちは、四つのダーククリスタルと闇の四戦士と出会い、光の世界と闇の世界の両方に、希望や愛が残っている限り、マダムに帰るのは、早いと激励を受ける。闇の四戦士たちによる、暗闇の雲を守る。闇の力は消滅し、 四人の戦士たちは暗闇の雲に打ち勝つ。闇が去り、光が戻った世界に少年たちは仲間たちを一人一人送り届けた。そして、ウルの村へと帰ってきた彼らは夜明けを見る。それは、四人に冒険の始まりを告げたあの風のクリスタルが光を取り戻す姿だった。本作は、ストーリー前半の舞台。 浮遊大陸とストーリー後半の舞台、地上世界の二つの舞台が存在する。町名及びダンジョン名の英語表記については、北米版5の攻略本に依拠する。ただし、山頂へ続く道は名前が変わってしまっているので、この限りでない。浮遊大陸地上世界浮遊大陸地上世界主人、子たちと行動を共にし、主人公たちをサポートしてくれる、キーパーソン的な存在。 街やダンジョン内では B ボタンを押すことで会話ができ冒険のヒントをくれることもある。ただし、これらのキャラクターは単に行動を共にするだけで戦闘には参加しない。本来の続編となる予定だったファミコン版ファイナルファンタジー4は開発途上でリリースが取りやめられた。そのため、この5がリードプログラマのナーシャジベリが関わった最後の FF 作品であり、また、 ファミコン最後のナンバリングタイトルとなった。動画の村はデータ圧縮語要領の空きが生じたことによって急遽追加された村であることを坂口がファミリーコンピュータマガジンで明かしている。田中コードは制作当時、英語を喋れる者がスタッフに彼しかいなかったために、サクラメントにあるナーシャの家の近くでアパート暮らしをしながら開発に携わっていたという。ジョブのバランス調整は、 田中孝道が担当した。ジョブのデザイナーであった石井光一は、魔導士は魔法力を高めるために自然素材のものを着ている。召喚系のジョブは精霊のキラを金属は身につけないなど、それぞれのジョブがその格好をしているのには理由がある、と述べている。本作の宝箱の中身は青木和彦が設定している。また、ラグナロク、ラッコの頭などのアイテムは、 彼の命名によるものである。また、主人公の玉ねぎ剣士という名前は、石井光一がデザインした主人公のヘルムを見た田中行道が、こんなの玉ねぎでいいやといったことに由来する。本作では、ストーリーの途中で人の死に直面する場面がいくつかある。その理由として、本作の開発中に制作葬式、ディレクターを務める坂口博信の自宅が火災に遭い、 母親が亡くなる事故が起きたことが挙げられている。坂口は大切な人が死んでしまった時の生き残ったものの辛さを嫌というほど味わいました。そしてどうやってこの悲しみを乗り越えていけばいいのか、生き残ったもののすべきことは何なのか、そんなことをいろいろと考えるようになりましたと語り、以降の FF が死をテーマに扱う物語につながっていったとしている。また、 坂口は広告会社のセッティングで出会った週刊少年ジャンプの編集者である鳥、島和彦とのやりとりも本作に大きな影響を与えたとしている。本作の BGM ではファミコンでは本来出せないバスドラムの音が使われるが、これはファミコン本体がエラーを出すときに発する音を使って再現されている。また BGM ピアノの稽古一は 伊藤博之が弾いたものが元になっており、間違った部分も含めてそのまま再現している。本作の音源が収録された CD、ファイナルファンタジー3、オリジナルサウンドバージョンは本作発売の翌年であり、新作、フィブ発売と同年でもある1991年に発売されている。作曲者の植松信夫によれば、もっと早くリリースの予定だったが、 諸事情によりなおざりになっていたとのこと。時間の経過を考慮して、植松が半ばリリースを諦めていたところ、ファンから CD 発売を所望する多くのリクエストがあり、コレクターズアイテムとして発売される運びとなったことを明かしている。本作に関しては、全3巻の攻略本が出版されているが、ゲーム上のデータと異なる記述が多い。1997年には、 当該攻略本を再録したファイナルファンタジー大全集が出版された。なお前作まで攻略本は様々な出版社より発行されていたが、本作より不備までシリーズのオフィシャルな攻略本は NTT 出版から発売されるという体制が取られた。角川書店から発売されていたゲーム情報誌、マルカチファミコンにおいて悠久の冬伝説。 ファイナルファンタジー3よりというタイトルで漫画が連載されていた。世界観、キャラクター、物語などは原作とは若干異なったものである。原作、寺田賢治、作画、い、他に遊ぶ、角川書店ドラゴンコミックス。ありがとうございます。